玉よこせ、玉。320発欲しい。そんな打たんな。そんな打つゲームじゃないね。お前しかいないんだよね、ニートの友達は。マジでバカじゃん、お前。ちょっと待って、俺ぐらいじゃん、お前。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。とりあえず、うん、スタンギがどれぐらいわかるかどうかわかんないけど、うん、とりあえず今俺たちがやりたいことを言うわ。あ、お願いします。これどうやって開くの？やばい。何やってんの？マジで。何やってんの？何やってんの、おっさん。あ、これか。おいでおいで。あー、下手くそだね。今現状の1から説明すると、1から説明して。視聴者分かってない。1から頼む。うん。まず、この拠点、今俺たちがいるところね。うん。が、俺たちの本拠点になります。はい。まりました。でもって、拠点を作るってめちゃくちゃ、釘とか使いまくるのね。釘ね。その釘を、スタミさんに集めてもらおうと、まずは。いいよ。いくらでも集めるよ。あ、これ。わかりました。こっち、こっちにあるか。すごい、ね、こんな中手に入んの、このゲーム。すごいね。初心者多いから、うん、ミリタリー系の脇がすごい多い状態なんだよ。多い設定になってるの。だからもう、余りまくってるものが、どのチームも。銃とかはもう余りまくっちゃってんだ。だから俺たちは釘が欲しいんだよね。なるほどね。何を拾ったらいいのかまずわかんねえよな。拾ってみて。これ4機、まずこう拾えばいいっしょ。で、4機にして積んだよ、うん。で、これを、右だろ、どうせ。こうやろ。ごめん、間違えた。どうやって。だから今、空港行くのも全然美味しいけど、うん、スタミが今、空港行ったところって何も多分できないやん。なんでだよ。なんでだよ、わかんねえだろ。できひんやん。できひんから、まず、は釘。わかった、じゃあ釘からな。うん。じゃあ銃よこせ、早く、俺に。早く銃を撃ちたいんだ、俺は。でね。一番いいの欲しいよ。あ、一番いいのは、これ、スタヌに渡す予定だったんだけど。実際に死ぬ病ね。浮き輪はいらない。いらない、それは。それはいらない。これ、スタヌに渡す予定だったんだけど。いらない、それは。これはいらない違う。AK だからそういうアサルト系が欲しいの、俺は。ああ、ショートカットキーに1。ショートカットキー割り当てて。やばい やばいかっこいいデイズの武器かっこいいね。弾よこせ、弾。弾も入ってる。弾入ってる。60発から70発ぐらい。いいね。320発欲しい。そんな打たんな。そんな打つゲームじゃないね。これ、スタヌ用だから、一応。どこ置いたんだ、スタヌ用。一応俺も知っとく。そこね。早くさ、人を殺したいんだよ、かっこ俺は。分かってる分かってる。今から行くところ、釘集めね。人殺しに行かないから。このデイズのサーバーで、なんかと交換したいってなったら、うん、通貨レートが釘だから。あー、なるほどね。なるほどね。釘10個でなんかみたいな。このゲーム俺半年前ぐらいに配信で一人やったもん。海外の人に VC で一生助けてもらって、空港まで着いたらクリアだって言われて、ゲーム終わったよ。そう言われたらまあ、そうね。クリアしてんのか。てかもう靴いらないよこれ。裸足で大丈夫だよ俺。いや裸足だと足に傷つくから出血してるこのゲーム。え？すげえゲームだな。本当にねやばいから。あで、あちょっと待ってパスワード移すから配信の画面切って。それはできない。できない？じゃあ2356。2356。オッケー、できた？よし、できた、できた。はい。オッケー？うん。だんだん掴んできたね。街の構造とか。わかってる、わかってる。はい、ゾンビが来ました。これどうすればいいの？はい、ゾンビ。ぶち殺してよ。全然良くない、全然良くない、全然良くない。また寄ってくるから、ほら。良くない、良くない。ぶち殺してよ。ぶち殺してよ。音鳴らしたら寄ってくるから、こいつら。間違ってるね、スタミン。どうすればいいの、ちゃ。これ、これ。これ？
頑張れ頑張れ。かけ。ちょスタミ助けて、スタミ助けて、俺ボロボロ今。何してんの。もう助けて助けて助けて、マジ助けて。俺は俺の本家。これはもう行くしかない。俺カードしてるから。行くしかない。ちょ、いや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 、ちょよ。さっき話したことやん。行くしかない。いやちょちょ。行くしかない。かかめ。スタミさん、スタミさん、僕に一発当たりました。スタミの友達でさ。うん、デイズやってるやついない？もしくはニート。あーお前しかいないんだよねニートの友達は。そっかそっかそっか、そうそうそう、いいことだね、うん、それはね、うん、いいこといいこと、うん、本当にお前なんかニートの友達で一番最初に名が出てくるのお前だからね。それ以外になんかニートって人いないね。ああ、うん、いやでもねダメだよ俺、人員補充してねやらせることこれじゃね呼んでこれないよ俺は。教育が下手くそ、教育が俺だからやってるよ俺。俺とお前だからやってるんだよこれ。ああ、うん、そっか、他の人はダメか、うん、俺ダメだよこれ。釘探せは、しかもさ釘を探せってのに釘あんだったらわかるよ、ねえもん。なんでねえんだよこんなに。師匠デイズマジで好きだよね。主催してる人がさ、マヤっていう人なんだけど、俺が高校生の時にさ、ゲームだったりいろいろ教えてくれてた人で、俺この人に言われてツイッター始めたんだよ。だからツイッターの俺がフォローした人初めての人のがマヤさんで、ってぐらいインターネットを教えてくれた人で、その時からずっとやってるからね。10年ぐらいやってんじゃない？ニコニコ動画で俺がやってる時からやってるからな。デイズ、ずっと。まあ同窓会みたいなもんだね。ツイッチ的なこと言うと確かあれだよ、日本で一番最初にサブスクライブ機能を手に入れたのが師匠だよ、マヤさんだよ。日本支部がなくて英語だけでやり取りして、俺もそのサブスクライブ、ツイッチでサブスクライブ初めてしたのがマヤさんだね、うん、14歳15歳の時にサブスクしろって言われて。こじられた。そうか、関係ないからね、あの人からすると別に。うん。はい、出発。閉めて。Q と E でギアチェンジね。Q と E でギアチェンジ？ギアとかのこのゲーム？そう。おいおい。じゃあ落ち着いてね。一回、一回、あれ、一回、Q を押して、Q。Q を押してバックしよう。オッケー。チェック。やばいか。ちょっと待って。ちなみにここ PVP エリアだから、敵来たら普通にぶち殺せるからね。なんでこんなところで事故ったん。やばいってカク、その車絶対大切だから、俺3台しかないから。これどうすればいいの、これどうすればいいの、スタックしてんだって。で、スタミ、俺のこと迎えに来て。いった。俺のこと迎えに来て。何言ってんの、お前。おい、何言ってんの。俺も死んだから、俺のこと迎えに来て。どこにいんの。なんでお前 2.4 キロだりーなー。近い、全然近い。あれすぎるだろう。まあ、言えたね。拠点ぐらいやったら、運転の練習で。やっていいと思うよ。運転の練習もクソもないやん、こんなん。誰も事故なんて。じゃあ俺も運転ね。で、ナビゲートしてね。オッケー。今、絶賛 PVP リア、今。待って、どこ行くの？まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。うっせぇ。はい、それ右。ちょっと右。あっぶない。
ああ俺より下手じゃん。何や。ね、何やって終わったじゃん。このチームメンバーにマジ切れされんだけどこれ。お前が一番下手なんか。まだいけるかもしれん。こんな水ない山中で唯一水ちょっとあるところ、なんか煙の量が煙の量が増してきてるかけ。相変わらずお前24歳やったらゴミなんだな。相変わらずごめん、もうスタンにお願い、ほんとお前のせいにしてこれ。お前ふざけんな、初心者です、超新車です、すいません、車やっちゃいましたって。車ってめっちゃ大切なの、3台しかないうち 1個潰しちゃったの、ごめんなさいって言えない。いやもう貸し5な、貸し5、分かった、貸し5、分かった、貸し5だこれ。ごめんなさいって、ごめんなさい、じゃあ大丈夫だはず、うん、俺がやっちゃいましたってね、すいません、すいません。デイズの先輩面してたけど俺も下手くそ。今正直に話すと、あ、しかもなんか落ちたし、あ、8時、あ、は、 8時はあれだわ、リスタート。お前が下手だったらもう終わりだよ、俺も下手くそなんだから。で、今のところ俺を呼んでプラスのとこ一個もないやん。いや、まあある、こっからある、もう今は仕方ない、ドマイナス、スタン見れたのことは。時間も失う、車も失う、釘も拾えない。車失ったのお前や。いや、スタミさんのせいってことになったから。スタミ壊さないでくれる、本当に次からやめてほしいんだけど、もうあと2個しかないからね。男みたいなお前は。いや違う、車の中が、いや待って、嘘、車の中に何かあったかもしんない、車の中に置きっぱなしかもしんない物資、いろんなもん。じゃあ車に取りに行こう。車の中に入ってるも結構重要なもんだったと思う。早く本当にマジでバカじゃんお前。ちょっと待って、待って俺ぐらいじゃんお前。ねえ俺早くさデイズがしたいんだけど書く。おい、デイズしてるよ今。何付き合わされてんのこれ。マジでデイズしてる、デイズしてる。よし、もうこの辺しよう。これやある。なくなってない。まだこんなんじゃなかったような気がするんだけど。いや、この石があったもん。この石があった。え？ちょうどサーバーリセット入ったのゲンね。あー、それか。それだ。うわ、もうそれやん。